急ぐでし、この森の奥でし、まっすぐこの方向でし。ここをまっすぐ。じゃあ先に行ってるね。団長、後から来て。は、早いです。デライラさん、あっという間に見えなくなりました。そういえばあの姉ちゃん、狩りに加わってるとか言ってたっけな。この森は庭ってところか。あれ、孤児院から盗んだ金がね、ここに置いといたのに。まさかあの人殺しが盗んでいったのか。盗賊から金を盗むた。まあここは一つ手切れ金ってことで穏便にね、姉子。いや、おうよ。人殺しだろうとなんだろうと、盗賊が盗み返されちゃ笑い草だね。行くよ、お前たち。あのガキを追うのさ。うわ、またいた。あ、先ほどはどうも。これから帰るところでして。足遅すぎんだろう。ねえ、あんた何かうちから盗んじゃいないかい。え、何のことでしょう。とぼけるんじゃねえ。俺たちの金を盗んだだろ、この人殺しが。てめえの血は何色だ、この快楽殺人犯め。あんたがどれほどの極悪人だろうと、私らにだってプライドがある。盗み返すとはやってくれたね。よくわからないですけど、このお金は返せません。元は孤児院のものです。ビカラー、デライラさん、助けに来たよ。まさか一人で盗賊団の隠れ家に飛び込むとはね。あ、成り行きで仕方なく。敵が増えたからってビビってんじゃないよ。盗賊団の根性を見せな。ダメです。デライラさんは傷つけさせません。私が守ります。ビカラ、絶対にこのお金を持って帰って、明日を迎えるんです。だって明日はデライラさんの誕生日なので。え？誕生日？なんだいそりゃ、張り合いがないね。やっちまいましょうぜ、姉子。なんか全然怖くなくなってきました、サイコキラーのくせに。笑えるぜ、その血塗られた手で友情ごっこかよ。こいつら、わけわかんないことを借り尽くしてやる。ビカラ、新しい耳弟子。本当だ。 ありがとう。ネス神宮に取りに行ってくれたの。そんなことはいいから、早くそれをつけるでし。じゃじゃーん、十二神将の根の神ビカラ、ただいま参上。かしこみかしこみ。十二神将ビカラ、バカな、死んだはずでは。なんで。盗賊団のみんな、悪いことはやめて観念するんだ。ちゃっ、やろう。だ、団長、来てくれたのかい。ビカラちゃん、無事ですか。こいつらが盗賊団か。やっちまえ。
神将ミカラも生きてるし、私らどこで間違えたんだい。ほら、取り戻したお金だよ。これを持って急いで孤児院に戻ろう。悪い、オイラたちも説得したんだけど間に合わなくてよ。孤児院の接収は決まったんだ。私たちは明日院を出ていかなくちゃいけない。え、そんな。約束の時間に間に合わなくてすまねえ。いいえ、本当にありがとうございました。このお金は子供たちのこれからを決める足しにはなりますからね。後片付けがありますのでこちらで失礼いたします。団長、みんなどうもありがとう。世話をかけたね。あのデライラさん、ごめんなさい、お役に立てず。ビカラ、どうして私の誕生日なんか覚えてたの？私には誕生日がないので、その分人の誕生日をお祝いしたくて。自分の誕生日がなくても誰かの誕生日って新鮮なのですごく楽しい日なんです。なんかこうような感じがしてハッピーですし、だからユートピアでもお誕生日の方には誕生日シールをプレゼントしたり、誰かの誕生日を祝ってると実はその自分の誕生日みたいに妄想したり。だからいつも他人を祝ったり他人を気にかけたり他人を助けたりしてたんだ。はい、すみません、結局自分のことばかりで。どこが！バカ！バカバカ！人のことばかり考えて、あんたはもっと自分を大切に。